はい、どうもどっかの誰かさんこと邦人でございます。深い呼吸がゆくモンスターハンターライズ。さあ今日やっていくのはこちらですね、先日というか前のパートでですね、とうとう古竜ドス古竜3体もこちら討伐いたしまして、ハンターランクが解放されました。でそれと同時にこの2つのクエストですね、ヌシのリオレイヤ玉三つねが追加されたんで、これをやっていこうかと思います。今日やっていくのは玉三つねですね。でリオレイヤはまた後日別のパートでやろうと思います。さあ主玉三つね、主リオレイヤ、この2人ですね、自分がやったのはその百竜夜行の時だけなんですけども、正直言うとね、わからんわからないっす、わかんないっす。百竜夜行の時ってね、なんて言うんだろう、そのわちゃわちゃしてるじゃないですか、その野良の人とかとやったりすると、このわちゃわちゃ感でね、このなんかあんまりわけわからんうちに倒しちゃってクリアっていう場面がしかなかったんでね。なんでその実際その1対1で対マンでやるときにはどんな攻撃仕掛けてくるのかとかの情報は全くわかんないですね、今のところ。はい、では主玉三つね戦です、どうぞ。はい、ということで集め終わりました。ちょうど来てくれたね。では行きましょうか。さてと、まずはライモン転がしを使って雷やられにしたいが、よいしょ、OK。ではこれにて戦闘開始、改めて戦闘開始です。おっと、さて主どんな攻撃してくるのか改めてまだ分かってないですが、今のところはよいしょ、普通の玉三つねと変わらん感じはする。そんな変わってないか。オッケー、和風もかけてもらって、よっ、あーダメだった。これがあれだね、いつもだったらよいしょ、百竜夜行で登場していた時のバインドボイスだね。よっ、これは近づいた方が良さそう。あれか、大技だな。そうだね、大技だね。今のうち今のうち、よいしょ、 OK、 ダウン取れた。さあバフもかけて、よしよしよし、あんま入ってないなー。あー、それやばそう、それ食らったら気絶確定の攻撃っぽい。はい、からの、あー、これ怒るときか。はいはいはい、ちょっと暗くてよく見えんな、画面の明るさミスったかも。からの大技っぽいが、よいしょ、そうだね、大技の時でもよくやってたやつ、ちょっとミスったかな。オッケー、危ない危ない、セーフ、いいね、どんどん V 破壊、どんどんやってこう、どんどんやってこう。あ、痛い、鬼火状態、よいしょ。さあこの技はしっかり避けて、今のところは主玉三、普通の玉三つねと泡の性質が違ったりするぐらいかな。痛い痛い痛い、いやマジで人玉取りのおかげでダメージがめちゃくちゃ少なくて済む。あと今回は主戦ということで、いつもだったら普通の鬼人役効果役なんですけど、グレートで持ってきました。痛い、ただそれでもこのダメージ、あ、尾っぽの部分がなんか光ってんな。はい、あ、ダメっすかこれ、効かない、尾っぽの部分が光ってんな、これ。柔らかそうな、柔らかそうな感じがするよ。はい、まあいいや、避けれたから、よし、はい、 OK、 よしよしよし、これ2回来るのか、ちょっと注意だ。さて今のところ胴体と尻尾が V 破壊できてる感じかな。
頭を V 破壊したいところか。おっ、あそこに倒れるのはやめてくれ。よし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 、おっ、OK OK OK、 頭も破壊できた。はい、もう一回来るよ、気をつけろ。あ、大丈夫だね、 OK。 そしたら毒にしようかな。 OK、 イレイド OK 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 OK、 大丈夫、もう OK しか言ってね、喋ることないんかい。お、これは総流が期待できますぞ。よいしょ、うるせえ。じゃあかきり虫を取って、よし、ベリグロス行くぞ。よし、いいぞ。で、ここから縦にやって、一応主も状態異常なるっちゃなるんだよね。あ、なってるね、オッケー。あ、これ大技だね。で、近づいた方が多分いい。この間にちょっとと拾っちゃおう。で、最後に、最後の締めで、そうだな、これやっていくんだよね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、野良のかきり虫が消える前に打っといて、じゃあ疲れてもらおうか。はいっと、はい、大丈夫大丈夫、避けれてるよ、いいよ、よしよし、ひるんでるひるんでる。はいっと、危ない危ない危ない、おお、よく避けれた、よく隙間入れた。はい、よし、これちょっと怖いな。そうだな、その攻撃、この攻撃がちょっと要注意だね。あー、そっちかい。そしたら雪撃に変えて、あとはもうゴリ押す感じでいいかな。はい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 、オッケーオッケーオッケー、避けられてるよ、避けられてるよ。いいねいいね、疲れてるよ。あーっと、正面すぎたか。まだ大丈夫まだ大丈夫、オッケーオッケー、疲れてるよ疲れてるよ疲れてるから、このまま畳みかけろ。あわよくば気絶なんて狙えたりしないですかね。どうでしょう。さあ、避けながらぴょんぴょん跳ねながら跳ねながら、いけ、ウサギのように。この攻撃も気絶確定っぽいな。よし、チャンス、よし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 、移動しやがったか。今んとこそこまで大技を食らってないおかげで危なげなくいけてますよ。さあ、これで第3ラウンドでございましょうか。ああ、またベリグロス来たけど、まあ無理やろな。主はね、総流待機状態がめちゃくちゃ短い。短いのかな、それともないのかな、わからんけど。らしいからね。はいと。実際総流できた人いるんかな、今まで。主モンスターを。そう、これ要注意だよ。これ要注意だよ。ただ、これは結構まっすぐに来てくれるから、割と避けやすいのかもしれない。あいだ、早い。動き出し早いよ、気をつけろ。オッケーオッケー、ダウン取れてるダウン取れてる、よっよっ、いいね、回避距離が長くなると、よいしょ、これで移動することにもなるから。あ、これとあれ相性いいかもね。なんだっけ、玉三のさ、装備のスキルにある、なんだっけ、歌方の舞じゃなくて泡の舞みたいな。はい、なんかあるよね。よいしょ、これマヒルかな、試してみよう。さあ、ワンテンポ待てよ、ワンテンポ待てよ。はいはい、とーよし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 、よく待てた、今よく待てた俺。さあ、これしびれるかな、どうでしょう。オッケー、しびれた、チャンス、よっよっよっ、さあ今のうち、オッケー、弱りマークも出たぞ。
よしよし、畳みかけろ。今のうち。あー、ダメでした。一生しまった。いやー、これ2回来るんだった。そうだった。回復入れて。はいはいはい。よっ。よし。さて、そろそろ足を引きずったりしてくれると助かりますけど、どうでしょう。よっ、危ない。今の食らってたな。間合いが合ってたら食らってた。で、次機敏外すか。これで、はい。あー、今の悔しいな。分かってて当たるのが一番悔しい。よし、はい、よし、いけ。てか、主モンスターが気絶したところ俺見たことないかもしれない、何気に。はい、あー、ダメだった。そう、最後まで。さあ、よいしょ、もう一回来るぞ。からの叩きつけ。あー、まあいいでしょう結果的に避けれたようなもん。はい、と、あすごい今おしゃれな倒し方をしましたねこう鬼火状態になってそれを振り払おうと、こうかきり虫早掛けで取り払った瞬間に玉三つねがそれに当たって倒れるというなんとも面白い。これはでもな、カメラアングルがちょっと惜しかったな。もうちょい玉三つね側に寄ってれば。いいね、いいのが取れましたよ。はい、ということで、主玉三つね。うん。やっぱ主独特の技ね、多分あれを食らうとかなり苦戦するっていうのなんでしょうけれども、やっぱよく見極めてしっかり避けていれば、なんとかなる相手でございました。いや、強かった。いい相手でした。はい、ということで、主玉三つね、成敗でございます。はい、ということで、主玉三つね、討伐完了でございます。なんとか、大技を食らうこともなく、まあ、無難といえば無難ですけれども、スムーズに討伐できたかなと思います。では次回はですね、こちら主リオレイヤーを討伐していきたいと思います。多分これでどうでしょう、上位の現在出てるクエストは全部クリアになるんですかね。そしたら、今、撮影してる日が24日月曜日なんですけれども、26日の水曜日にね、公式の方で新しいアップデートの情報が来るので、私もとうとう、最新の情報に触れることができるようになりました。あ、ようやく追いつきましたね。はい、ということで、では次回の主リオレイヤ戦でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。決められない時はお散歩やお昼寝でもして一息つくのもおすすめですよ。急がば回れです。